この時間はアビスパ福岡対サガン鳥栖、こちらをご覧いただきます。スタンドに詰めかけたサポーターの声援で会場はとてもいい雰囲気に包まれています。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。この素晴らしいスタジアムは徐々に熱気を増してきています。福岡はこの試合 4-4-2 というシステムで臨んでいます。どうご覧になりますか？非常にバランスの良いシステムですよね、はい、横一列フラットに、ブロックを作ることによってサイドからの攻撃がやりやすくなりますよね、これに対して同じ 4-4-2 でも中央にダイヤモンドができる 4-3-1-2 のシステムがありますよね、はい、これも中央に預けてサイドバックがオーバーラップするパターンがやっぱ非常に多くなってきますよね。今ファーストハーフキックオフになりました。アビスパ福岡対サガン鳥栖、サイドの紹介です。右のエンドを守るのは鳥栖、反対側左のエンドからが福岡となります。さあどうする、縦へ送る、クリアです。手塚、裏のスペースを狙う、いいボールだ、スルーパスを狙う、いい展開ですね。小野、クロス選択、ツーゾーン。福岡はディフェンスの対応の仕方に問題があったのか、今のは非常に危険なシーンでした。いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。キーパーから前線へ、さあつながるか、ここで受けて佐藤、ここで前を向けるか、これいいですよ、シュート、アビスパ先制、いやー素晴らしい、今のはキーパー届かないコースに鮮やかに決めていきました。でもポストに跳ね返ってましたからキーパー取れませんよ。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。いやー、パスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出しててイメージが共有できてないとこういうもらい方はできないですからね。相手ディフェンダーも一歩対応遅れてましたね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールですよね。さあ福岡、今日先制はこの早い時間でした。いや、目が覚める一発になりましたよね。これでさらに主導権が握りやすくなりましたし ねこのまま流れに乗ればいいですけどもね。しかしいい時間帯ですよね、はい、相手の出方がどう来るか注目ですね。ルキア、さあ一気にカウンター、佐藤、どうだ、もうこれいいですよ、仕掛けるか、来た、シュート、おー、こぼれてる、ボールを追いかける、これいいでしょ、アーサイド、来た、出ていけー、シュート、いやー、すごい反応を見せました。いや、あの位置からのシュートですからね、ファインセーブですね。この場面でスーパーセーブです。コーナーキックのチャンスになります。ボールが上がる、頭だ、フリーズボール、どうだ、打つか、いけるか、前、シュート、いやー、ファインセーブでしたね。そうですね、難しいボールでしたけどもね、いや、よく取れましたね。ミドルシュートに行きました、前、このパスを防ぎます。
さあカウンタースピードを上げたいところ。手塚、川原、田代、川原、岩崎へ、いいプレッシャー、裏へのスルーパス、おいい形ですよ。中で味方の選手が待っている、上げる、頭で来た、来た、同点、サガン鳥栖、いやー素晴らしい、ここで同点、いいですね、この展開はファンも燃えますね。チェックを受けながらのシュートを決めてきました。相手からの厳しいチェック、今みたいなプレッシャーの中でも落ち着いてシュートを打てるっていうのが素晴らしいですよね。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはトス、ここで追いつきました。素晴らしい攻防を見せてくれてますよね、はい、やっぱり得点が入る試合っていうのはスタジアムが非常に盛り上がりますよね。そうですね。ニア、一気に前線にボールを送る、オフサイドです。大きく前線へ、ここで受けて川原、手塚へ、さあ右へ預けてスルーパスを出す、いいボールでしょ。さあ中央へ、頭だ、しかしこれよく止めましたね。いや、よく止めましたね。ファインプレーですよね。トスが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。山岸、佐藤へ、スペースを狙う、ここは通しません。キーパーからのロングフィード、さあ一気にカウンター、ふわっと裏を狙う原田、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。緩く狙ったボール、ファーストハーフ終了の笛です。両チーム動きのある前半でした。見応えのある好ゲームです。さあまずは前半が終わりました。お互いシュートシーンが非常に多かった前半でしたね。もっとこう点が入ってもおかしくないようなゲーム展開でしたから、1点ずつ分け合ったという結果から言うと両チームとも納得はしてない前半でしょうね。アビスパ福岡対サガン鳥栖、1対1の同点で前半を折り返します。キックオフ、ファーストハーフはお互いに1点ずつとそれなりにゲームに動きがありました。岩崎、さあ繋がるか、渡ります、いいプレッシャー、キーパー前へ蹴り出します。ここで受けて左サイド上がっていきます。自分で行く、抜けてくる、いい形ですよ。クロスを選択、そのままキーパーが抑えました。コスとしては前線の選手が先ほどからサイドに開いてますよね。そうですね、これはサイドが起点になるということなんでしょうか。そうなんですよね、サイドに流れることで相手ディフェンダーを外に引っ張ることができますから、うん、そうすることで中央にスペースができるので、はい、そこに熱目が飛び出していくっていう形ですよね。まさに陣取り合戦ってことですね。そうなんですよね。裏を狙う、スルーパス、いいボールだ、佐藤、さあどうする、中に合わせてくるか、仕掛けるか、どうだ、いけるか、シュート、いやー大きく縦へ、ここはカットします。いい形でしょ、細かいパス回し、収まった、シュート、決まった、勝ち越し、アビスパ、
いや素晴らしい。いや今のシュートにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことがこのゴールにつながったと思いますね。トスはここでベンチが動きます。さあトス、同時に2人の選手が入れ替わります。さあ福岡、勝利に向けて一本抜け出しました。岩崎、このボールはつながりません。縦へ送る、この位置でボールを受けます。さあ来たか、佐藤、ここは間合いを取る、中人数揃っている、つながります。これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどもね。注意に終わりました。福岡はメンバーチェンジです。およそ30メートルというところです。どうする、うわっとしたボール、素晴らしいパス、いくか、シュート決めた、アビスパ、いや素晴らしい。ダメ押しゴールとなるのか。監督の采配、見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。いや監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるでしょうね。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね、これは。さあ再び選手の交代です。トス、さあトス、2人の選手を入れ替えます。さあ福岡、2点差にリードを広げてリスタートです。いや止まらないですよね、この勢い、はい、何かのきっかけで一つ乗ってしまうと、もうプラスに働くチームなんですよね。そうですね。長沼、ロングフィードで狙う、ここを拾って次につなげたい福岡。コーナーキックです。ここで受けてクロス、どうだ、ボールはクリア、トスボール、手元の時計3分を切っている状況。これはファールでしょう、イエローカードが出ました。危ない状況でしたからね、あのまま打たれるのを避けたという形でしょう。もう一度セットプレーのチャンスになります。ここで1点返せるか、直接、うおー、ゲット、いやー、サガントス素晴らしいプレーでしたよね。後半残りわずかです、直接叩き込んできました。この辺をきっちり決めてくるっていうね、チームにとっても監督にとっても非常に頼りになりますよね。さあ選手の入れ替えが激しくなってきました。さあトス、もう1点いけるか、あと1点ですからね、いってほしいですね、ここまで来たら、はい、田辺、福岡、もう無理にはいきません。縦へのボール、裏を狙っていきます、いいボールだ、
ここで受けてもうこれシュートに行くか、シュート決めた、アディスパー、いやー素晴らしい、これがダメ押しゴールになるのか、いやーどんぴしゃなタイミングでスペースを生かしましたね、そうですね、これはシュート前のパスが決定的だったんじゃないでしょうかね、出してと受けてのタイミングがバッチリでしたからね、相手のディフェンダーは一歩対応が遅れましたよね、パスを受ける方もしっかりキーパーの位置を見ていたのでこういうゴールが生まれましたよね、ディフェンスの寄せにあっていたんですがものともせずシュートゴールでした、相手からの厳しいチェック、今みたいなプレッシャーの中でも落ち着いてシュートを打てるっていうのが素晴らしいですよね、さあ福岡これはもうダメ押しゴールと言っていいのではないでしょうか、もう時間笛です、4-2福岡見事勝ちました、さて北澤さん試合を振り返っていかがでしょう、福岡としては攻撃的で非常に迫力がありましたね、素晴らしいシュートシーンも見れましたしね、はいそうですね、さあそろそろお別れの時が来ました、本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました、北澤さんいろいろお話ありがとうございました、ありがとうございました。